統合開発環境、IDE はソフトウェア開発のための統合的なプログラミング環境であり、様々なツールの集合からなる。ネットビーンズ従来ソフトウェアプログラムのコーディングコンパイルビルドデバッグといった作業を行う際にテキストエディタ、コンパイラ、リンカ、デバッガなどの各ツールを個別にコマンドラインから利用していたものを 一つの対話型操作環境から直感的かつシームレスに利用できるように統合したもの。最近の IDE には GUI アプリケーション開発のための迅速なプロトタイピングが可能なものが多い。統合開発環境を使うことによって開発者の学習や作業負担を大幅に低減することが可能になり特に巨大かつ複雑なソフトウェアの開発に効果を発揮する。 ソフトウェアテストのためのツールが統合されてシームレスに連携できるようになっているものもある。Eclipse 一つのソフトウェアを作成するには、プログラミング言語のソースコードを記述したソースファイルやアイコン画像やローカライズされたテキストなどのリソースファイル、そしてビルド設定管理用ファイルなど複数のファイルが必要になる。自動化されたビルドシステムではこれらをまとめて プロジェクトとして扱い、一括して管理できるようにしている。開発環境のコンピュータにおけるファイルシステム上のディレクトリ階層と自動的に同期するビルドシステムもあれば、ファイルシステムとは無関係に論理的なディレクトリ階層を使用するビルドシステムもあるが、ビルドシステムのプロジェクトファイルの管理は一般的に煩雑であり、 大規模なソフトウェアになるほど困難となる。IDE では対応するビルドシステムのプロジェクトファイルを直接編集することなく視覚的かつ直感的に操作、管理することが可能となっている。より複雑なソフトウェアでは再利用性やメンテナンス性などを考慮してプログラムを機能ごとに分類された部品に分割して管理する。一般的なビルドシステムでは そのモジュールごとにプロジェクトファイルを作成し、さらに複数のプロジェクトファイルとそれらの依存関係をまとめて管理することのできるワークスペースファイルをサポートする。プロジェクトファイルやワークスペースファイルは個々のビルドシステムによってファイルフォーマットや拡張子が異なる。グレードルなどのようにファイルシステム上でビルドスクリプトが置かれたディレクトリ構造そのものをプロジェクトや ワークスペースとして扱うビルドシステムもあるが、IDE ではそういった詳細仕様を意識することなく、直感的にモジュールを管理できるようになっており、またプロジェクトの新規作成時もウィザードの指示に従っていけば簡単にファイル一式を自動生成できるようになっている。ソフトウェア開発においては、ソースコード管理に CVS、サブバージョン、 Git などのバージョン管理システムを使うことが多い。IDE の多くは、チェックアウト、コミット、リバートなどのバージョン管理システムに対する操作が、簡単に実行可能となっている。IDE の中には、コード整形ルールを、プロジェクト単位あるいはソースツリー単位で、管理できるものもある。チームで開発を行う際、同じ IDE と同じルール設定ファイルを、 各開発者が利用することによってコーディングスタイルの統一を図りやすくなる。タスク管理ツールやテストケース管理ツールなどと連携してソフトウェア開発プロジェクトの進捗管理を含めた総合的なチーム開発をサポートするエンタープライズ向け機能を持った IDE もある。IDE に統合されたコードエディターはプログラミングに特化されており 各言語のキーワードをハイライトしたり、またプロジェクト内のソースファイルや、ヘッダーファイルから抽出した解析済みシンボル情報のデータベースをもとに、ユーザー定義のデータ型や、変数やサブルーチンの名前を保管したり、といったことができるようになっている。これにより、ソースコードの記述効率が上がり、またコーディングミスなどを防ぎやすくなる。また、ソースコードのコメント戦闘に、 to ードなどといった特定の文字列を入れておくと、それを IDE 上で一覧表示して確認できるようになる機能をサポートするものもある。さらに一部の IDE では実際にコンパイルすることなくリアルタイムでソースコードを解析して公文エラーや警告を検出し、当該部分に下線を引くなどしてプログラマに知らせるものもある。 コンパイラやリンカなどと連携しているため、作成したソフトウェアのビルドを簡単に実行できる。また、デバッガと連携しているため、ソースコード中に視覚的なブレークポイントを置いて、ソフトウェアの動作を一時停止させたり、変数の中身を確認しながら、ソースコードを一行ずつ、ステップ実行させて、問題のある箇所を探したり、といったことが直感的にできる。 GUI を持つソフトウェアを開発する際、一般的に各、ウィジェットの位置やサイズといったプロパティ情報の指定は、専用のレイアウト設定ファイルを使用して記述する。レイアウト設定ファイルはツール AXML 形式であったり、独自の階層構造テキスト形式であったりするが、テキストエディターを使って GUI の定義を記述するのは手間がかかる。さらに、 プログラムをビルドして実行してみなければ、画面表示結果が確認できないのであれば、直感性に欠け、効率も悪い。そこで、多くの IDE は、GUI の作成を IDE 上で、視覚的かつ直感的に行えるように、WizzyWig に対応したグラフィカルなビジュアルエディターを、統合している。また、ウィジェットを操作した時に発生するイベントに対する、 処理の記述もコードエディターと連携、同期できるようになっている。これにより、簡単に GUI を持つソフトウェアを開発できるようになり、また、管理も一括して行える。なお、一部の IDE は GUI の作成を行うソフトウェアを分離しているものもある。コンシューマーゲームコンソールの公式開発環境は、独自開発のものが多く分断化されている。 開発環境の価格にライセンス料が含まれることもある。ゲーム機の性能が向上し、またスマートフォンなどのモバイル端末もゲームプラットフォームとして対等してきたことで、ユニティやアンリアルエンジンといったマルチプラットフォームに対応したミドルウェアもサードパーティー製の統合開発環境として普及している。インディーズの参入障壁も下がっている。ありがとうございます。